この世の全ての存在や現象は実体なく空である。でもみんなで一緒に過ごす時間はきっと現実だと思う。幸運開運、今日も最後までよろしく。ちょうどあの動画で話したんですけど、インスタのためだけにご飯食べに来ちゃった。ちょっとお腹空いてないんだよね。どうしよう。ちょっとね、お客さんの声じゃない、自分の声が入らないかもしれないけど、こんな感じ。詳しくは、後日 YouTube の動画で流しますので、ぜひご覧いただければと思います。食べれるかな。ちょっとこの後写真は載せますね。ぜひぜひ見てください。お客様ですか。ごめんなさい、さっき他のお客様の声がなんか聞こえなかったみたいなので、ちょっと解説、もし聞こえなかったらもう一回当てればいいと思います。肉ほうとうで、本来これ子供の頃とかのほうとうは家庭の味だと肉を入れないんですよ。肉がなくて油揚げなんです。で、寒いんでかぼちゃを溶いて飲むんですよ。もともと保存食なんで、だから母親が作ると豚肉とかは入らないです。だから最近のほうとうがお肉が入ってる感じです。食べきれないです。ちょっと詳しくはまた。なんかちょっと相席になっちゃったんで、あんまり喋れなかったですね。大丈夫かな。一応おさらいです。ほうとうはお店のはちょっとなんか今だと。ラーメンっぽいっていうのかな、今風の味ですね。油揚げとか入っても油揚げ、あとは根菜系の野菜ですね。冬保存できてたもの、保存食になってるものが基本なんで、まずキムチボートとかはまあもちろんないし、あとは肉、最近だと鶏肉とか豚肉とか結構いろんなのがありますよね。ラインナップが増えてきてますけど、基本的に肉とかは入ってないですね。なので最初作るのはベーシックなものを作った方が面白いんじゃないかなっていうふうに思います。ちなみにうちの親はですね、本当にほうとうが嫌いで、母親は山梨じゃないので、本当に嫌いで、出汁とか結構いるから本当味噌汁になっちゃってて、で、しまいにはね、最後はね、ずっと醤油で作ってて、醤油味の、麩の入った、うどんですよ、もう。
もうまずくてね、本当に父親が怒るっていうね、ほうとうばっかり山積みになっていくっていう、もうしょっちゅうね、ほうとう、信玄餅、あと水戸のおばさんがくれるね、電柱っていう茨城のお菓子があるんですよ、皇室御用達のお菓子なんですけど、それがね、山、テーブルにこう山になってて、ほうとう、電柱、信玄餅、本当やだったな。きなこきなこだからね、電柱もきなこなんで、ちょっと今度画像とか出したいな。電柱食べに行く旅とかやってみようかな、久しぶりに。電柱ね、オブラートに包まれてるきなこのおこしなんですよ。なかなかね、なかなかですよ。今大人になったら食べれるのかな。でも子供にはハードルが高いね。そんなこともあるし、これ松本行きですね。ちなみに雨降ってるんだけどね、さすさすのめんどくさくて、またこの階段か。今日何度目ですかね、登るのは。よく階段ばっかり登んな、今日は。じゃあ次は今度は下り配信をしようかね。登りばっかりじゃ息が切れるよね。あ、でも登んなきゃ下らないのか。頭いかれてるな、本当に。今日はね、特にグダグダとひたすらストリートビューのおじさん版を見せ続けるという配信なので、お付き合いいただけたら。これ伸びねえな。あ、これ NHK、 あそこ小作バス路旅、あれ、あ、そうだよね、あそこになんか NPC かタイムズかなんかできて変わったよね。あれ NHK のあの電波塔がなくなっちゃったもんね。かね、なんだろうね、甲府って変わった街なんだよ、本当に。いいとこだけどね、すごい開けてるような、すごい田舎のような、はあ、息が切れる。よし、まだ時間あるだろう。次何かな、甘味どころ行きたいんだけどね、終わっちゃうんだよね、もうね。ちょっと探してみます。ちょっと接客中だからうまくいけそうなんで、ちょっとインデン見ましょうか、さらっと。あぶねえ、買わされるとこだったぜ買わされちゃうぜ。言葉のマジックがすごいよね、やっぱり欲しくなっちゃうね。ちなみに撮影はできないらしいです、確認したら。ちょっと動いてたんだな、多分な、向こうから来たからさ、ちょっと焦って消しちゃったさあ、こっち行くよ。 あそこの焼き鳥屋さんもね、結構美味しい。さつきよだね。あとは4階と5階だっけ。さっきの小作もいいんですけど、このキビルの信玄ってお店も結構美味しいです。で、あのね、鳥のたたきとかがあるんですよ、お刺身っぽいな。結構美味しいわ、それが。で、他小作以外だと奥藤とか、あと確かあそこは自分で作るんじゃなかったかな、ほうとう持ってきてもらって、自分の好きなタイミングでこう味噌溶いてみたいな感じだったと思いますね。そうそうだよな、そういうお店って結構あるんだよな。小作が完全に作って持ってきてくれるんでいいですけど、お腹いっぱいだよ、困ったな。この辺なんかあったっけな。ちょっとやらせてみます。また雪ボタンをしてないんだ。あそこが信玄です。なかなかね、美味しいお店です。結構いいですよ。あ、なんかお寿司屋さんなかったっけ。
あ、フロア小さいのかな。スーシャンプさんですよね。下？違うのか、そうね。食べたことないんですよね。食べたいのよね。エビアだな。エビアですよ。あら、ですね。あ、敬老の日なんだね。もう皆さん、お時間ある方どうでしょうか。ぜひいらしてみてください。以上、インフォメーションからでした。